皆さんこんにちは。東京デンタルスクールの岡田です。本日の講義は、こちら微生物とですね、細胞の寄生性について、お話ししていきます。こちら微生物の分類はですね、様々ありますが、まあ、こちら今から使っていく内容のですね、こちらの、まあ、細胞にですね、寄生するかどうか、こういった分類もですね、試験によく非常に、出題される一つです。まず大きく見ていきますと、こちら細胞外にですね、まあ、寄生する微生物、まあ、一般的な細菌ですよね。こちら、まあ、ほとんどの細菌はこちらに属するわけなんですが、細胞外に寄生する微生物で、もしくは、真菌ですね。こちら真菌というと、例えばカビですよね。カンジダ、アスペルギルスといったようなものですね。それに対してですね、例えば人の細胞に、通性細胞内寄生微生物はですね、まあ、こちら自分自身、まあ、細胞がなくても大丈夫だし、細胞の中でですね、まあ、寄生するといったものですね。こちらの先ほどのですね、細胞外の細菌比べると、まあ、要は免疫がですね、排除しにくいというものですね。ですから、まあ、必然的に、まあ、結核を始めてですね、人間が、まあ、感染すると大変なものというイメージの細菌はこちらに入ってくるんですね。こちら結核菌、チフス菌ですね。そして赤痢菌、これ歴史上有名ですよね。赤痢菌、サルモネラ菌、これ例えば、鳥のですね、卵とかですね、そういう食中毒ですね、そういったものの、サルモネラ菌ですね。で、特にこの結核菌やですね、チフス菌はマクロファージ内で、これ増殖します。ですので、こちら病理でもやるんですけども、こちらですね、マクロファージの中で増殖した結核ね、あの免疫細胞が、当初は優位なんですが、だんだんこう押されていってしまうといったものですね。そしてですね、変性細胞内寄生、こちらが代表的なウイルスです、ね、こちら細胞がいないといけないということですね。そしてクラミジア、リケッチアですね。ウイルス、クラミジア、リケッチア、まあ、こちら一緒にですね、覚えてしまうのがおすすめですね。で、こちらはですね、あと培地なんかも、合わせて今回ご紹介していきたいなと思います。こちら真菌の一般的な培地としては、サブローのですね、ブドウと寒天培地、これ一般的な培地ですね。これもよく試験に出たりしますので覚えてください。そしてですね、ウイルスは先ほどの通り細胞が必要ですから、培養細胞ですね、こちらが基本的な、ものと一つになります。で、こちらですね、合わせて今回はですね、このウイルスの構造も少しだけご紹介していきたいんですけど、通常例えばですね、人間の細胞なんかは、こちら DNA と RNA 両方持っているんですけども、こちら、ウイルスはですね、 DNA または RNA ですね、このまたはっていうのが少し特徴ですね。またはどちらかなんですね。で、こちらがですね、タンパクでできているこのカプシドと言われるものにこう覆われています。そしてですね、その外側にエンベローブで、これエンベローブはですね、あるものとないウイルスがいるんですね。で、こちらエンベローブがある方がですね、基本的に消毒薬にが効きやすいということですね。こちらたまたま今動画撮影している時にですね、新型コロナウイルス COVID-19 ですね、が流行ってますけども、こちらなんかは、コロナウイルスでエンベローブがあります。ですから、エタノールで消毒ができるわけですね。こちらのエンベローブはですね、このように消毒に対する、効きやすいかどうかにも影響しているということです。そしてこのエンベローブからですね、こう飛び出ているものがある、まあ、ウイルスはですね、これスパイクと呼ばれます。このようなウイルスの基本構造もですね、含めて覚えていただきたいと思います。東京デンタルスクールはですね、マンツーマンで1年生から6年生国家試験浪人生のですね、定期試験や国家試験対策のマンツーマン個別指導を行っています。全国から東京においでいただいてまして、土日祝日ですね、365日、受講いただけて、オンラインではですね、性の更新による、授業が受けられます。また、私が執筆させていただきました、ですね、鹿ナビという本はですね、全科目が一冊になったもので、Amazon のですね、歯科医師部門ベストセラー1位もいただいたことがあります。ぜひチャンネル登録、もしくは、またですね、まあ、いいね、YouTube ではいいねもいただけましたら嬉しいです。東京デンタルスクール岡田でした。